プロの選手で当たり前のようにプレイしてるんで、一生懸命やるんじゃなくても当たり前のようにできるようになることがやっぱね、すごい大事だと思うんで、特に最初のキックのとこは、もうワールドスタンダード、もう世界基準で、もうみんながやるべきプレイの一つなので、もうぜひチェックしてください。チャオ!元プロサッカー選手のメルナキです。さあ今日は、この間の J リーグの試合でいいプレイ2つあったので、まあ今日はそちらの方を、紹介していきたいと思います。僕がね、怪我する前にスキル動画上げてたんですけど、まあこの2つと、結構似てるのが同じのプレイを気に取ったので、まあそれと一緒に合わせて、今回はこの2つの、グッドなプレイっていうのを、皆さんには紹介していきたいと思います。1つ目のプレーを行きましょう。まあこれはちょっとロングキックなんですけど、浦和レッズ所属の西川選手、ゴールキーパーの選手がね、前線にフィードした時のもう超ロングキックが、もうすごいんですけど、まあこのね、ロングキックが、僕が言うっていうホップするキック、伸びるキックっていうんですよね。まあこの弾道にすごい似てるっていうか、もうこれなんですよ。なので皆さん、まずはその実物の動画っていうのを見てください。やばいっすよね、皆さん。見ました?伸びるような感じ。もう一直線。かなりスピードボールがあるんですけど、まあこれゴールキッパーで蹴れんの、マジ西川選手とエデルソンぐらい。キーパーからあんな素早いボールやったら、入ってきたら、やっぱ絶対追いつかないからね、ディフェンス。蹴り方っていうのどうやろうかなっていうのを僕の動画と、照らし合わせて紹介していきたいと思います。ホップするキックの特徴としては、まあ西川選手もそうなんですけど、やっぱりコンパクトに振りがいいと。で、まあしっかりやっぱりその足を振り切れてるっていうのがすごいコンパクト。やっぱその振りが早いね。大振りではなくて小振りでしか振りが早い中で、やっぱりここ見てわかるように、やっぱインステップのこうでやっぱボールを蹴ってるとね、でやっぱそこのインパクトのとこがめちゃくちゃいいですよね。なんでああやって強いし、速いボールが、速いパスが、味方に届くわけなんですけど、やっぱりそのインステップのこうで、やっぱりいかにボールのとこを捉えられるかっていうとこが、やっぱ西川選手素晴らしいですよね。やっぱこの技術っていうのが、やっぱ速いホップするキックに繋がってると思うんですけど、まずファーストタッチでやっぱ自分の蹴りやすい時にしっかり置けてるっていうのがまずまあ大前提なんですけど、斜めからこの上のとこからちょっと切るように蹴ってるんですよね。で、体重も最後やっぱこうやって右に流れると左利きなんで、やっぱそういうこと、体重移動プラスやっぱその、やっぱインパクトのとこですよね。やっぱここを下から上に蹴り上げるんではなくて、上から下にちょっと蹴り上げて横にちょっとずらすような感じ。っていうので、やっぱそこの速いボールを蹴るためのスピードボールを蹴るためのキックの動作っていうのが もちろんやっぱ素晴らしいですし、まあパンプキックとはちょっと違ったね、動作なんですけど、ここがやっぱしっかりしてる。なおかつやっぱそのボールに対してね、しっかりボールの、インパクトのとこっていうのがやっぱインステップ一番硬いとこ、やっぱここでやっぱ力をグッて入れてあげることによって、ああやってスピードプラス回転がかかって、味方がしっかり取りやすいボールっていうのが蹴れてると。皆さんもう一回僕の動画っていうのも、ホップするキックね、見てください。そうすればね、少しでもプレイでもね、こうやって活かせる場面っていうのはあると思うのね。ああやってフリーな状態であのキック蹴れれば、やっぱ相当ゲームでもね、やっぱ西川選手がやったように、やっぱ相当チャンスになりましたよね。なかなか難しいキックなんですよ。けど、できるようになれば、もう本当にゲームでいっぱい使えるね、もう本当にいろんな場面でも使えると思うので、まあ、本当に早く習得した方がいい技なので、皆さん、この習得の仕方、まあ、細かくね、動画の方で、まあ、デモンストレーションもね、込めてやってるので、そちらの方も見てない方は見てください。二つ目。誰の選手、誰のプレイかというと、まあ、江坂選手のプレイなんですけど、横浜シート、この間レイソルがやった試合の、まあ、そのいいプレイの切り取りをちょっと皆さんには紹介しようと思います。江坂選手が右足でシュート打ったんですけどね、そこで右のアウトで出して、ストップして、またちょっと出して、またシュートするっていう。まあ、これ僕の動画でも取り上げてた、ゴー、ストップ、ゴーっていうやつね。今日はそのプレイに対してちょっと少し解説をしていきたいなと思います。で、まずは実際の動画を見てください。
なんでこういうことが通用するかというと、まず大前提に、やっぱりアタッキングサードでプレイしてるからこそ、相手ディフェンダーっていうのは恐怖があると。いつシュート来る、いつ突破できるかっていう、まず恐怖があるからこそ、やっぱこの、早く行って止まってまた出すっていうね、この動作がやっぱ一番効くんですよ。なのでやっぱりこのシュートないところでこういうことやってもディフェンダーはシュートがゴールから遠いとやっぱ怖くないので、やっぱシュート次打たれて打たれたら嫌だなっていうところで仕掛けるのがまず一つのポイントなので、これは覚えておいてください。でやっぱりここですごい大事なのが行く止まる、もう鏡に覆い、例えば僕よく教えるんだけど、スクールの生徒もチームの子たちも、要は鏡のようについていくと、やっぱこれギャップ何も生まれないんですよ。やっぱ、皆さんこうやって鏡見てもらって、まあ動かすと、まあ当たり前のように同じタイミングで同じ動きするよね。ではなくて、ギャップを見つける。僕が左手上げたら、まあ右手上げる、鏡の動きなので右手上げさせる。だけどここで絶対上げたら絶対反応遅れるんですよね。このどんどん反応を遅らせるっていう時にギャップっていう溝が生まれると思うんですけど、この動作をうまく利用して、まあシュートまでチャンスを作るっていうか、その時間を作るってあげるっていうので、やっぱここのね、江坂選手、全力でまずアウトを押し出して止まって、また、ちょんちょん、ちょっと引いて押し出したんですけど、まあそういう動作がすることによって、ディフェンダーがいつシュートするの、いつ突破するのって全然読めなくなるんですよ。なので、このね、仕掛けっていうのはもうめちゃくちゃ良かったし、まぁ、ちょっと残念だったのがシュートがね、ちょっと外してしまったんですけど、まぁ、この、駆け引きの中で、ああやって、速いスピード、止まる、速いスピード、もうこれ緩急なんですよ。緩急ってやっぱ突破においてすごい大事で、まぁ、プレイのテンポにおいても緩急ってすごい大事なんだけど、まぁ、今回はそのプレイ面において、まぁ、こうやって細かいスキルの、ことを細分化してよくね、噛み砕いて見てると、やっぱこのスピードのね、緩急があるからこそ、やっぱ相手が、ついていけない、対応できない。ペナルティエリアでこれやると、ディフェンダーとしてはいつシュート打たれるかな、わかんないからね、めちゃくちゃね、対応しづらかったと思うんですけど、まあ本当にこのね、江坂選手のプレーっていうのは、細かいんだけど、やっぱこういう状況を見ながらプレーできるっていうのは、やっぱ本当調子がいいですよね。代表でもね、代表戦でもしっかりとしたいいアピールをしてきて、今回帰ってきたんですけど、やっぱりそのね、引き続き好調さがこのプレーにも出てるかなと思うし、やっぱ仕掛ける場所っていうのがまず素晴らしいですよね。ゴー、ストップ、ゴーっていうね、僕はよく言うんですけど、一連のフェイントが、やっぱりうまくハマってシュートまで持っていけたんではないでしょうか。僕の動画もね、ゴー、ストップ、ゴーって、あると思うので、こっち、そちらの、ね、概要欄にも貼ってるので、まあ、ぜひチェックしてみてください。まあ今日はね、J リーグからね、このね、二つの、もう、プレイ、もう良いプレイっていうのを切り取って、皆様に紹介しましたけど、プロの選手で当たり前のようにプレイしてるんで、一生懸命やるんじゃなくても当たり前のようにできるようになることがやっぱね、すごい大事だと思うんで、特に最初のキックのとこは、もうワールドスタンダード、もう世界基準で、もうみんながやるべきプレイの一つなので、もうぜひチェックしてください。細かく説明してると思うので、逆にそれでわからなかったらコメントの方にね、しっかりね、コメント、ちょっとわからないんですけど、うまく当たんないんですけどっていうことを言ってくれると、僕もアドバイスできるので、そこの方、そちらの方もよろしくお願いします。これからもね、もっともっといいプレー出ると思うので、僕もね、そのいいプレーをしっかり紹介して、みんなのね、技術習得のために役立てるっていう動画もね、どんどん作っていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。公式 LINE 作っちゃいました。こちらの方を登録していただくと、もう僕のね、スキル動画、誰にも、なんていうかな、マル秘スキル動画っていうのを皆さんには、プレゼントしてますので、ご登録の方よろしくお願いします。本当ためになるね、動画だと思います。普通の YouTube では上げてないような内容になっているので、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。チャオ。